オスライオンも実は過酷。一般にライオンの狩りはメスがやってオスは何もしない。でも先に餌に寄りつけるのはオス。でもオスだって楽じゃない。オスは 2,3 歳になると群れを追い出されてサバンナをさまようんだ。その間は自分あるいは兄弟で餌を取る。オスライオンの目標は他の群れの王の座を乗っ取ること。他の群れのオスライオンと戦ったり、オスライオンが死んで空白となった群れの王になろうとするんだ。なってからも群れを守ったり、王の座を狙ってくるオスと戦わないといけない。決して楽じゃないんだ。今日も見てくれてありがとう。またねー。